はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで AB さんですね。はい、英語の AB さん。ストレンジャーシングスのシーズン4を2つで今日発送いたします。ちょっとぶりですね。よいしょ。やっぱノンスポーツはこう発売前で発売直後あたりが一気にこう売れて、であとはまあポツ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 こうね売れていくような感じです。よいしょ。まあサインカードがね、まあ多分まあ PB している限り、まあフルでワンケース開けたわけじゃないですけど、だいたいケースに3かもしくは4とかいそうな気がするという、はい、感じかなっていう気がするんですよね。どうなんですかね。あの、スターウォーズみたいにこうね、酒場系9割みたいな。酒場系指示待ちチュインが9割。ね。それか、まあ、この製品みたいにサインくればそこそこ以上じゃないですか。あんまりちょい役ないじゃないですか、逆に。どっちの方がいいのかなっていうところですけどね。ただまあ、3、4箱1ぐらいだとしてもサインカードが。まあ、じゃあ、3箱分ぐらいの価格で、1箱4万ぐらいのサイン1確定にした方がいいんじゃないっていう、あれだと、こう、開封する、そのも、まあ、超ファンの方限定とかになっていっちゃうし、なかなか難しいとこなんですよね。はい、これインサートですね。サインもこれ、3番目か4番目ぐらいか、確か。いきなり来るっすよね。だ結構なんかコスチュームが出にくいっすよね。コスチュームのカードがこう、コスチュームかサインみたいな感じにしても良かったんじゃないかなと思いますけどね。あんまりでも入手できないのかな。やっぱ日本の映画とかも、あの、小道具とか、ね。あ、これ2枚か、インサート。やっぱなかなかね、難しいみたいで。で、レンチキラーですね。あ、パラレルだ。あ、そっか。パラレル来ると、レギュラー100人のうちのピンクが、サインが多分シングルとデュアル入れると20種類ぐらいですか。5分の1ぐらいでサインかもしれない。いきます。せーの。あ、まずはパラレルジョイスさんですね。86。うん、はい、これちょっとドキドキするところだと思うんですけど、はい、だ2枚ピンク来たら結構サイン率高くなるってやつですね。1ヶ月ぶりぐらいかな。まあ毎週ポツポツぐらいですけどね。まだ売れてますけどね。これも。やっぱサインが、あ、11。まあちょっと数箱1。まあ2箱1とかでもね、店長は売りづらいですけど。2箱送って2箱とも外れとか、ね。結構ブーブー書かれちゃったりするから。難しいっすよね。2箱1。サッカーで大変でした。あと2パックですね。うん。うん。あ、インサートか。ちょっと紙質違うと思ったんですけど。インサートでした。まあ、ピンク来たらね、まあ、パラレル確定ですから。
あと当時お客様赤のパラレルが出て、それがワンオブワンだったということで、赤パラがワンオブワンであって、あとなんかもう一つの色もありましたよね。はい、じゃあまたちょっとハサミで切ります。一泊目はパラレルでした。できればね、こうケースで買っていただくとなんですけど、やっぱり単価も上がっちゃいますからね、かなり。まあただこれでも生産数かなり絞ったようで、シングルサインとデュアルサインが、あ、インサートですね。結構なんか同じぐらいの発行枚数じゃないかっていう感じですよね。中岡君だ。はい。レンチキラーですね。レンチキラーとシャドーボックス来ると、まあいわゆるそれがインサートですね。それ以外のパックでこうね、あとこのベクナか、はい、怖いですね。結構子供たちトラウマにならないのかな。大丈夫そうな子を選んでるのかな、子供。はい、インサートですね。ピンク来ないかな、ピンク。ピンク色。当てたいな。ちょっと残りがわずかだな。よいしょ。うん。あ、違う。これ、インサート。一瞬ドキッとしちゃうんですね。これ。枠塗り込んであるね。印刷したやつ。うん。どこバックか。ピンク来た。来ますよ。せーの。ああ、パラレルか。ジェイソン。はい。キャラクターカードの86。よいしょ。あと残り、もう一個ピンク来たら、サイン率上がるんですけど、シャドーボックスが来ちゃう。で、ラスト。あ、レンチキラーでした。はい。ということで、サインはちょっと引けませんでした。シリアル1枚ずつですね。やっぱコスチュームがね、1000枚 ?1000 シリアルとかでしたよね。でもあんまり見ない。でもどうなんでしょうね。1000、まあ、サインと同じぐらい。でも種類が少なかったらね。うん。多分3種類ぐらいしかないんじゃないかな。まあ PB で出た限りですけど。はい。ということでシリアル2つでした。はい。またぜひね、チャレンジしてください。はい。ありがとうございました。